ボディアライメントは自動車の車体構造及び外装パネルの歪み具合のことでそれらの修正を指すこともある。ボディアライメントの確認は骨格寸法を測定しカーメーカーのボディー寸法図データ通りに復元できているかどうかで確認する。ただし測定方式によっては独自の寸法データを持つ場合もある。計測機器はボディー修正装置に付属しているものが多く。 計測可能範囲もアンダーボデーが中心である。それ以外に部分的に長さを測るツールとしてトラムゲージがある。左右比較や体格測定、部品の現物合わせだけでボデー修正していた時代もあったが、カーメーカーのボデー寸ーズまたは、ジグ式専用のボデー寸ーズを見ながら、ボデーを復元していくようになったことで、計測についての重要性が増している。現状、 計測なしに、ボデで修理復元はできない。目視の左右比較や、体格の確認、現物合わせは、それを補うためのものとなっている。計測の基本は、まず水平で、フラットな計測基準面があり、そこから縦、横、高さで基準点が示されていること。計測は、修理にかかる前、作業中、作業終了後に行う。母でアライメント計測装置には、 いろいろな種類がある。機械的に目視で数値を読むものから、IT の進歩で、コンピュータが自動計算するものまである。共通しているのは、アンダーボデーを中心に計測するだけでなく、全体も計測することができる点である。それぞれ読み取りと、その後の処理の仕方に工夫がある。ただし、計測だけに関わらず、車体修理では、人間の手による、細かい作業が多く、 今後も目視がなくなることはない。ありがとうございます。